頑張ってませんか。はい、行きましょう。頑張って。はい、こんにちは。大成コンテンツの皆さん、はじめまして、まさきです。今からね、 42.195 キロチャレンジをしたいと思います。まあ、こういうで、今までの自分の練習としては、まあ、3キロまでしか走ってないし、全然無謀なチャレンジなんですけど、まあ、やっぱり俺を見てバカだなってみんなに思ってもらえたら自分はハッピーですね。こんなバカなやつでも、まあ、完走を目指して夢に向かって頑張ってますっていう、まあ、一個の指標になればいいかなって思ってるんで、今日は皆さんサポートお願いします。こういう人、はい、温泉入ります。こうやって走んなきゃいけない。俺ずっとこうやって走ってるよ、横。あと大勢にね、長野の大勢にちょっといい報告ができるように頑張ります。お願いします、今日は皆さん。これ大勢の YouTube なんですけど、今日はまさきが走るということで、僕は全力でサポートしたいと思います。俺も一応後ろからね、 GoPro 持って走ることになったんで、頑張ろうかなって感じで。よし、頑張ってください。マジで頑張ってください。頑張ってください。頼むわ、今日頑張ろう。やっと出発ですね。本当行ってくるわ。じゃあ、いい、じゃあスタート。よい、みんな今日はマジよろしく。よい、絶対完走するから行ってきます。いらっしゃい。はい、しっかり姿勢を正して、姿勢を正してですね。今スタート地点をね、ちょっとミスって5キロゴールに近い地点でスタートしたから、まず小田原城の周りを5キロ走ってからゴール地点へ向かいます。まさき3キロしか走ったことないから、マジで未知の世界がすぐ来ますね。楽しみです。頑張って、まさきくん。まさきくん頑張って。しゅんくん、もう飲んじゃね。頑張ってまさきくん。あいつなんなん、あいつ、あの後ろのやつ。あいつらはね、親友です。杉山亮くん。今13キロ。一旦休憩しましょう。休憩。
根性勝負。根性しか取り柄ないから、ここで普通の人に負けたら俺あんま価値ない人間になっちゃうから。お前遅いとかバカにするコメントは全然 OK だから、みんなで走ろう。 42.1 km 走った先の景色をみんなで見ようよ。俺も張ってくれたかもしれない。頑張って。頑張れ。伸ばすよ。笑えないね。伸ばそうか。一旦。ナイスってやつはすごいやつなんですよ。なんかあいつってほんと人一倍人間味あるなんですよね、あいつは。そうですね。嬉しい時は多分人5倍嬉しいし、悲しい時は人の5倍悲しいし、その感情の共有がすごくできるし、あいつほんとバカだと思うんだけど言ったこと曲げないんだよね。絶対簡単じゃないから、俺も感化されるし、うん、俺は何かすげえものができるわけでもないし、世の中にすごい価値を残すことでもまだできないし、すごい映像が作れるわけでもないし、でも、まあ、唯一できることがあって、まあ、やり遂げることだと。走れそうで走らないやつがいっぱいいるけど、うん、走ってみて多分遅いし、足だってめっちゃつってるし、すげえ多分レベルの低いフルマラソンになっちゃうかもしれないけど、やってみて多分それが初めて結果になって、改善するところができて次のステージにまた向かいたいって人間で頑張っていくから、まずはチャレンジする。俺ができることってこのチャレンジする。映像もそうだし、それなくしちゃったらね、人間の面白さないよ。最後の休憩一旦挟んで、やばいっすか。もうちょっと最後休んでいくぞ。いや、まだ戻る。大丈夫マセ君、もうちょっと大丈夫っすか。マセ君、どこっすか、どこっすか。伸ばすよ、大丈夫。忘れちゃやっぱいけないのはね、初心ですよ。はい、なるほど。人間何もできないんだからね、もっときつい道選んでね、もがいて、ね、成長して、みんな言ってるけど、バカにされるぐらい、正直思う。俺なんてめっちゃバカにされてるし、何やってんだ、あいつみたいになってるけど、ああ嬉しいね。だってみんな頑張ってるもん。毎月、平日5日間、朝早く起きて夜遅くまでさ、満員電車で行って働いてさ、俺なんかよりも全然頑張ってよ。じゃあラストゆっくり行きましょう。今日もこれもそうだよ、ね、歩いてでもゆっくりでも走り切ったやつにしか分かんない景色があるから、まあ、言われんのだって俺の方が早く走る。走ってください、みんなで走ろうよ。走るか、頑張れ。
ではゆっくりゆっくり行きますよ。レベルの低いフルマラソンになっちゃうかもしれないけど、やってみて多分それが初めて結果になって改善するところができて、次のステージにまた向かいたいって人間で頑張ってきた。まずはチャレンジ、俺ができることってこのチャレンジ。来ました、ここまで。いけるな、いけますよ。100m、まあリタイアだけは出しってことで、マジ順やばい、順も疲れ、一緒に走ってくれてるから。本当だ、だけど津田の涙、いや自分のぐらいだぞと本当助けてくれる人たち、いや当たり前じゃないだって思いました。
マジ一人じゃ何もできないと思った。悔しいぐらいに何もできない。すごいっすわ、ちょっと。